神田沙也加さん関係は、いろいろ面倒な話もあって、ダイレクトに、テレビが悪い、には、繋がらない、感じもするがしかし。なんとなく、移動していく雰囲気もある、すでにテレビ、それ自身がもう恒例だ。昔できたことは、今はもうできない。そういう中で、選択が。ともかく今までのように、理不尽なコネで全て決まる、ということにはならないのでは、ないか、とも思う。大賀さん、その胸先三寸を制御する術は、ともかく勝ち抜くこと。ちょっと感覚に、フラフラする認識の違和感は、ある。今までは、一体どうだったか？だ。その人に、世間の、企業が広告を貼っていた、それがテレビだったのかも。昭和の頃は適当にはうまくできた。でも令和は。緩やかに、でも状況が変わっていく感覚はある。その人はなぜ、前に？以前と今とそれは少し変わった？